うちの寺はあれからこういう風に広がっていったんですよね。あの鈴一つでうちのあのおじいちゃんとか父とか宅発始めて、いろんな人とこうつながりを持っていって、でギャラリーっていうこうやってあの国の指定とかっていうのではなくて、我々にとって宝物っていうのはここに収まってるわけなんですね。それをこうやって皆さんに披露する機会ができるとか、お寺にとってもありがたいことですし、でまた皆さんでこうやって楽しんでもらえるっていうのは、あのこれから先にもまたつながる糧になりますので、今の八嶋さん頭の中でこういう風な家具って構想してると思うんですけど、そういうのを毎回こうやって生で見れるのもまずない機会ですから、そういうところで楽しんでいただければいいと思います。あの早く早くって多分言ってると思うんですけど、ここねポンポンすれば多分来ると思うんですよ。多分ホラーガイになると思うんですよ。手箱回し
中でこう今を修行してこう生きてる仮の姿に過ぎないわけですね。で次の世界にまた行ったとしても同じくまた修行のように続いていく。それはずっと輪廻して、いずれ仏、神になる、魔法になるというふうに言われております。その途中で一期一会でいろんな人と出会って皆さんとこうしてこういう場にいる。これもまたね、その一期一会だし、そういう輪廻の中の一つだですね。そういうものっていうのをこう大事にしていくと、いろんなところでまた助けられたり協力したりという力が生まれてくると思うんですね。今後っていうのは昨日も言いましたけども、いろんな人たちにこう支えられながらできてきたお寺なんですね。
それこそ自分でこうやって探してもらったのは、今回はまあ、自分 の、 歩んできてるそういう道でもあり、また自分でもこの世にいて生かさせてもらって、いろんな迷いがあるんですよ。はい、それを自分で表現して、いつにかは離脱ってそこから抜けてる、迷っている中だから、そこからどうやって抜けてるか、それを自分でイメージして今回は書かせてもらいました。それは何だかって言えばいいか、これは上から見れば丸い渦になっています。人っていろんな迷いがあって、そこをぐる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 六道を回ってるんだろう、そういう中で自分ではどうやってそれから離脱抜けてるか、それは私の考えですよ。私の考えにすれば例えば仏教の方から言えば万人って、例えば宝珠の玉、お城の動物や欄干についている玉、わかります？宝珠の玉とこういう欄干の上に玉がついているんですよ。その玉を一応表現しました。仏教の方に説かれていると思うんですけども、万人という玉、それは宝珠の玉を意味するんですよ。で、万人の宝珠の利益にはこの世をかけて未来まで福寿もこのごとくにて断安楽の御途中なりって説かれているんだな。それはどうやって生きればいいかって言えば、自分でその福になった仕事を持って人に接していく、それからいろんなことを自分で得る、そうして一つの修行の場でもあると思っているさ、そして今こうなんか書いていたら単調になってしまいました、こういう単調なのを書かさって、自分でこれから最後どうやって生きていくんだか、私うちに帰って考えますのでここまで説明させてもらったけど、めいめいそういう自分で部分になった気持ちで人に接していけば、何かが自分で得るって言えば、返してもらうんではなく、それから得る、そういう気持ちで人々に接していけばいいんじゃないかなと思って、私のこれはあくまでも生き方ですんで、私もありがたいことにこういう場のご縁をいただきました。本当にそれは私今汗になってるけど、汗でないの涙だよそして私は本当にありがたいご縁、皆さんからいただいてこうやって今この場を向けさせてもらいました。もう一回笑さげるのは、私はエリバタで冷める部位なんだよ本当にありがとうございました。
九州国の方に行きまして、いないってなった時にどうしようかなと思ったら、バリ舞踊をされる、まあ、東京からこっちにこう移住された方ですけど、バリの舞踊ってものをこう披露したいっていう、そういう場所を探してるっていう時に、よかったらこういう場所がありますよっていう、そこでいろんなものをこう感じてもらえるような場所にしてあるので、ぜひ踊ってくださいということで、今回この旅は踊ることになりました。まあ、いろんなことを試しながら続けていく、そういう中で今回その第1回になりますので、まあ、その中でまたいろんなものをこう加えながら、今後ジキャラリーというふうに、それがまた人のつながりに広がっていきますから、そういうものをこう皆さんで感じていただいて、でそれがいろんなものにこう根付いていったりとか、広がっていったりとかするような機会にしたいと思いますので、またよろしくお願いします。まあ、およそ10分から15分ぐらいの踊りになると思います。ここで皆さんの前で踊るのも、多分本人さんも緊張してると思いますけど、どういうものかっていうのを感じていただければと思いますので、よろしくお願いします。わしてもまた、いつもここで挨拶すると思うから。
Uh-huh.